そういうことなら私たちも魔女大臣に協力しましょう。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。うんうん、そうやね。はい、それじゃあ向こう側に行ってみようかな。そっか、馬に乗ってなかったらダッシュできんのか。はい、分かってます。もうちょっとしたら入るから待ってて。待っててオーブ。びっくりした、なんか人が立っとんかと思ったりしよ。ビビるー。ここが何、外淵のキャンプ場、外淵っていうんかな、分からんけど。外苑かな。はい、ぐるーっと回って裏門がこの辺りにあるん、あそこにあるね。かわいいよー。あれなんやね、触れ合うことはできないのね。あ、通り過ぎていきよった、これや。あ、魔法の扉。魔法の鍵使って開けるとこなんや。なるほど。え、じゃああのおじさんこっち来ても無駄じゃない？魔法の鍵持ってなかったら。え、待って、中の人も凍っとんやけど。マジか、そういう感じか。え、つら。これはちょっとポカーンとしまうよね、シオン。嘘でしょ？どうなってるのよ、これ。城も町も人も、全部凍ってるじゃない。ほら、お姉様。やっぱり私の言った通り、寒いから凍っちゃったんですよ。せーにゃ。せーにゃ、違うやろ。天然なのか？いやいや、いくら雪の都といえど、寒さで町が全て凍るなどあるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。誰かしら凍ってない人とかおらんのかな。おじさんに惹かれた馬が凍っている。馬を連れたおじさんが凍っている。僕物みたいに入ることはできん。雪かき中？おじさんが凍っている。どうやら雪かきをしていたようだ。じゃあ本当になんか普通の日常の中で凍ってしまったんか。この人は何か見たっぽいけどね。え、なんか恐怖におののいとる感じが。おばあさんが腰を抜かしながら凍っている。多分この広場におった人は何かしら見たんやね、これ。何？中央？これが何かあったってことかな。で、この人らもあっち向いとるし、子供が驚きながら凍っている。女性が驚きながら凍っている。ほら、みんなこれを見よるんや。ねえ。ほら、これを中心、これに何があった？何もできないのか。あ、入れたけど。なんか、入れたけど。何もないんかな。魔法使いの男性が驚きながら凍っている。兵士が武器を構えながら凍っている。何かが現れたんかな、ここから。え、この人なんか棒立ちなんやけど。兵士がこ、どうやら居眠りしていて、そう、居眠りで気づいて、気づけや。気づけや。城が氷漬けになっている。中に入ることはできないようだ。まあ、眠っとるぐらいがちょうどよかったんかな。おじさんが走りながら凍っている。逃げようとしよったってことやね。なるほど。おばさんが凍っている。どうやら天使と会話していたようだ。ちょっと離れたらもうすでに誰も気づいてないんやね。天使が凍っている。どうやら女性と話していたようだ。ほら、この辺の人ら普通やもん。若い男性と女性が見つめ合いながら凍っている。なるほど、リア充か。リア充か。この辺には何もないね、別に。ちょっと意味深な感じで通れたけん、何かあるんかと思ったけど。多分こういう街には、誰かしらね、なんかちょっとこう、ひっそりと残っとる人がおるはずなんよね。今までの感じで言うと。セクシーなバニーガールが凍っている。おじさんが凍っている。どうやらバニーガールに見とれていたようだ。会話しよったわけではないと。何この人？何しよう。商人が凍ってる。あ、商売の準備ね。なるほど。泥棒かと思ったよ。上品に歩きながら凍っている。すごいね。なんか、一人一人違う。店の品物をいじっていたようだ。店の人かな？どうやら客引きをしていたようだ。お客さんかな？さっきの品物いじりよった人。かわいい。ごめんなさい。靴下。ごめんなさい。靴下消えた。マジかよ。消えるのかよ。口を開けた金融指針が凍っている。今にも歌が聞こえてきそうだ。
誰も残ってない。なんかさ、小さい子供が、あ、この人生きてる。誰？キャッ、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。すみません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。でも火で溶けるのやね。あなたは無事なようね。どうして街が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない？めっちゃ可愛いけどこの人。あ、それ3ヶ月もかかったん。あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然街の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。あ、上空ね。うんうんうん。魔女？魔女ってほら、よく昔話とか伝説になっているいわゆる魔女のことですか？そして魔女が何やら呪文を唱えると、突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに街全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら街は凍りついていました。私だけが助かった理由はわかりません。この人は王族の人なんかな。街ごと凍らせるなんてなんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶かせないわ。ところでその服にある紋章、ずっと気になっておったのじゃが。寒くないんかな。すいません、紹介が遅れましたね。私はクレイムランの女王、シャール。女王様、若い。何？お主が女王だと？女王じゃと？ということは先代の王はもう。はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を受け継いで先に町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。わけあってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。でも急に家宝をくれと言われても困るよね。ああ、あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今はお城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。だってこれね、普通に女王様からしたらただの旅の人が家宝を欲しがりよるという。もしかしたら魔女と遊ば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退場をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音がなくて。もしかしたら死んでる可能性。そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。うんうん、そうやね。ありがとうございます皆さん。魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森に潜んでいると聞きます。ですが森には魔女だけでなく、魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。大丈夫、魔獣か、覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。行きましょう。この人じゃない魔女。なんかめっちゃ怪しくね。めっちゃ怪しくね。絶対怪しいよね。今の見せ方絶対怪しいと思うんやけど。男性がカチンコチンに凍っている。これ、あ、これが入り口かな、もしかして。なるほどね、そういうことかな。あー、犬まで。犬が凍っている。辛い。女戦士が凍っている。どうやら中へ入ろうとしていたようだ。魔女上空から来たのに結構気づいてない人おるんやね。元気に歩きながら凍っている。元気なのね。なるほど、なるほど。これは牧場なんかな。どうやら動物の世話をしていたようだ。じゃ、待って。外に出ていきたいよね、私。はい、じゃあ行こうかなと思います。あっち側にね。絶対あれが魔女やと思う。絶対。この辺の動物は凍ってないんやね。なるほど、なるほど。じゃあ、あのおじさんは郵便配達に来たみたいやけど、ずっと入れん状態のまんま。ねえ、魔法の鍵も持ってないやろうし、普通の人は。あっこから入れるとかないよね。さあ、これでやっと東側に私は用事ができたわけだ。向かっていきますよ。お、横通っても普通に消えんかった、さっきの。はい、東側へ。レッツゴー。お、夕方になったな。はい、馬よ。
馬よ共に。あー何、もしかして蹴飛ばしたかな。いや敵ないやけどね。ミレレアンの森オッケー、こっちね行きます。待って、こっちどっち。こっちであったのかな。一応なんか道っぽいものがあるのはこっちの方向なんやけど、んあったのかな。スケスビエ雪原への道、スケスビエ雪原を抜ければいいんかな。スケスビエ雪原、あ、ミルレアンの森はあっちの方。なんか宿屋があったね途中に。そんなね、街ごと凍らせるような魔女が住んでる森の近くに宿屋って大丈夫なの？凍らされてない？一応なんか宿にやってきて見たけど。お、凍える武器を見つけた。武器じゃない、武具。氷のブーメラン、氷の杖。やったね。とりあえず動物たちが無事やけん、この人たちも無事ということかな？人たちっておるか知らんけど。誰もいなかったりし、びっくりした、おった。いかがなされた？ふんふん、ミルレアンの森を探しているのか。森ならここから北に行ったところにあるぞ。しかしあの森に向かうとはな。何の用があるか知らんが、危険な場所だから気をつけることだ。宿屋というか、勝手に休んでいきなさいよっていう感じの場所なんかな、ここは。ちょっと休んでいこうか。老学者の子やん。宿屋じゃないやん。勝手に休んでいくけどいい？はい。ちょ、勝手に休ませてもらったよ。ありがとうね。学者さん。はい、それじゃあまたしても、出発していこうかなと思いますけども。あれどこだ？いたいた。行こう。行こう行こう。こっちの方角ね。ん？こっちの方角？ん？何あれ？あれ何？ちょっと気になるんやけど。ねえ、ちょっと気になるんやけど。矢印が2箇所あっちに向かっとるね。なんなんやろ。うう、びっくりした。うう、びっくりしたよ。こっち？え、なに、どこ？上？あ、上か。なんだなんだ、何かにぶつかったぞ。ルバンカ。くっそ、ぶつかってきてんじゃねえよ。へ、弱いな。へ、弱いな。いけい、よいしゃー、やっつけた。この上っぽいね。ってことはこっちからはいけないということか。なるほどね、オッケーオッケー。じゃあ普通にクレイモランの森やった。そこに向かいたいと思います。どこや。どこや。こっちの方から。あ、違う、戻っていけよ、なんか。こっちじゃなくてこっちやね。はいはい。向かっていこうじゃないか。あ、ここからは。マジか。人のみか。ほい、ということで、じゃあちょっと一旦この辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。